大阪市立柏里小学校は、大阪府大阪市西淀川区にある公立小学校。西淀川区南東部の柏里、花川を航区とする。学校所在地周辺は、大阪市編入前は、西成郡、佐欺室村に属していた。佐欺室村は、現在の北区、福島区、淀川区、西淀川区にまたがる広い村だったことに加えて、新淀川の改作によって、 北部の塚本及びエビーエ神家が飛び地上の地域になっていた。そのため1910年に塚本に西成郡詐欺ス神城高等小学校の分、教場が設置され、塚本エビーエ神家在住の1.2年児童が通学したことが学校の始まりとなっている。1912年には西成郡詐欺ス第三神城高等小学校が開校した。 これに伴い文教場は詐欺師第三校の文、教場へと移管されている。高学年児童は本校である詐欺師尋上高等、小学校、詐欺師第三尋上高等小学校まで通学していた。1924年10月15日付で、詐欺師第三尋上高等小学校より独立し、詐欺師町大技塚本539番地に、 西成郡詐欺室第五尋常小学校として開校した。翌1925年には詐欺室町が大阪市に編入したことに伴い、大阪市詐欺室第五尋常高等小学校と称した。国民学校令により、1941年には大阪市柏里と国民学校へ改称した。柏里とは付近の地名から取られた。 神宮皇后の三冠性伐の伝説に関連し、この地で柏の葉に餅を乗せて献上したという伝説が残ることから、柏里の地名がついたと伝えられている。また1941年4月には、西淀川区、塚本町3-12第一文庫を設置している。さらに1941年7月には、西淀川区、野里町178-3に、 第2分校を設置した。第1分校は1946年に大阪下川国民学校分校へ移管され、1949年に大阪市立塚本省学校として独立している。また、第2分校は1947年に大阪市立歌島中学校敷地として転用された。太平洋戦争の戦局悪化により、1944年以降、 学童集団疎開が実施されることになった。各行政区ごとに疎開先の府県が割り当てられ、西淀川区の国民学校では、香川、徳島両県と大阪府三島郡への疎開が決まった。柏里国民学校では、徳島県板野郡北灘村と大阪府三島郡を両村への疎開が実施され、現地の北灘東国民学校、五両国民学校を借用して、 授業を実施した。1945年6月15日の大阪大空襲では、本校と第一文校を全焼する被害を受けた。1947年の学生改革により、大阪市立柏里小学校となった。当時の敷地は国鉄塚本駅前にあり、駅に近すぎて騒がしいことや、近くに高圧線の鉄塔があったことから、 1950年頃から学校移転の話が具体化した。空襲で焼けた現在の土地を買い入れて移転用地とし、1953年11月に現在地に移転している。旧式地は現在地移転後もしばらく分校として使用したが、分校は1960年3月に閉鎖している。1970年代前半には体育教育に力を入れていた。 ありがとうございます。